なしほとここがポクポクになるリミです。はい、というわけで今回はですね、この前ママとしほでねイオンに行ってきたんですけど、近所のそこでね、今回は買ったものをね紹介していきたいと思います。これね、意味ね、コンバースのこれ買ったの。どっちか買いました、この文字。じゃあ、これ見える？見える？聞いてもさ見えますか？リミネスの回以上です。はい、というわけでね、こちらを買ったということで以上でございました。中身、ね、次はね、この袋たちの中身を紹介していきたいと思います。一番大きい一番の意味からいっちゃおうか。リミも紹介するよね。リミの好きな洋服買ってきたから一緒だな。え、リミなの？うん、お揃い買ってきたから。なになに、じゃあ紹介したいと思います。まずね、あ、これしほの帽子なんだけど、いいの？2個買ったんですよ。その形、まず同じ、僕最近赤いやつのと赤い帽子をかぶってるの見たことあると思うんですけど、リミは当然それのね形をした帽子で、ちょっと大きめでね、小顔効果あるかなと思って、帽子が大きいからいいかなと思って。で、最近流行ってるこの形、ほら、こういう形流行ってるね。うん、この形もね、買ってきました。両方とも黒で、最近ね、なんか中はね、あ、そうだね、トライロトライロ、あのね、それでね、セールやっててめっちゃ安かったんですよ。特にこの帽子が1799円が399円になってました。やば、1000だったの？うん、1799円だったのね。それが399円だったわけ。はい以上です。次にね、あの紐ですね。紐？リボンじゃない？リボンっぽいやつ。帽子は以上なんですけど、こういう感じのね、あの最近首とかに巻くバンダナみたいなやつです。2999円が599円と299円になってたやつを買ってきました。これ可愛くない？可愛いよね。この2つをね、首に巻いたりねしたいと思います。今のリミみたいな感じでこう結んでもいいんだよ。これ白コロンボちゃだね。こういうのの方が絶対可愛いよ。後ろからのおもちゃ次にね、洋服いきたいと思います。はーい、すごい手が出ちゃった。これがメインと言ってもいいでしょう。そうなんだ。じゃじゃーん。これ一見何と思うかもしれないんですけど、うん、リミちゃんはこの色のね、パーカーです。可愛くないですかね。かわいい。かわかわ。これかわいいんですよ。かわいいよ。かわかわかわ。ここにね、ポケットがちょっと画面越しだと見づらいけど、ここにね、ポケットがついてて、ね、紐もね、かわいいんですよ。めっちゃかわいくて。かわいいんです。めっちゃかわいい。めっちゃかわいくてかわいいんですよ。で、このお揃い版のシフォンがピンク色なんです。ねえねえ、これどうやってつけても、これテープじゃないの、切れ目がない。シホはこっちのピンク色で、デザインもね全く同じ感じのやつです。この下に履くやつがこのね、ラインパンツ的な感じの、でもラインが一つなんですけど、かわいいでしょこれ。これもリーノも買ってあるから。こちらもね、2個買ってあるのでね、今度ね、一緒に着ようね、おそろコーデで。うん、 OK。 もうクリスマス終わっちゃったんですけど、クリスマス前に買い物に行ったので、
こちらのね、H&M でシロンとコロン、犬用のね、サンタさん服みたいなサンタさん感じのを買いました。見てください、これ。ん？サンタさんが飼っている犬の洋服。そう、めっちゃ可愛くないですか、これ。ちょっと白黒にも大きかったんですけど、めっちゃ可愛くて、クリスマスパーティー楽しかったです。また子供じゃないわ小物にね、戻っちゃうんですけど、こちらの中にね、なんとなんとめっちゃ安かったので指輪とかピンを買ってきました。まずね、こちらのね、ピンです。ピン、このピンね、パールのピン流行ってるんですけど、隠ってしたやつ持ってなかったというか、なんて言うんだろう、2個セットで付いてるので、しほり見てつけたりもできるし、あともう2個使いもできたりして、いいなと思って、あと安かったんでね、買いました。あと指輪です。指輪、最近指輪集めるのにハマってて、めっちゃこんなにね、いっぱいあるのに299円って安いなと思って買いました。やばい、めっちゃ可愛いよね、この指輪。可愛くない？うん、めっちゃ可愛いよね。見て、これお絵袋。やめて、そんなこと。お絵袋。 H&M で買った商品はこんな感じでした。次行きましょう。テテテテテテテ次は本です。イエーイ。デレ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 、ニコプチっていうね、雑誌を買いました。じゃあ、買った。こういうのをね、こういうのをね、ちょっとニコプチハマってて新しいの出たので買ってきました。じゃじゃーん、パンケース。とね、あのね、あとスケジュール帳、今年のね、今年じゃない、2020年のスケジュール帳とペンケースがついてます。はい、ね、すごいちっちゃい。これ次行きましょう。あ、次行きましょう。次はね、100均で買ったものを紹介します。はい、次ダイソンガールズトレンド研究所とガールズトレンド研究所、100均がコラボしたやつのね、なんかメイクブラシが新しく出たみたいでね、メイクブラシ、だからこの2つを買ってみました。しーちゃん、メイクブラシいっぱいなかった？ないよ今回チークとアイシャドウのブラシをね、買いました。ほら、ね、見てください。ね、細いブラシめっちゃかわいい。使うの？目で、これはここに行こう。はい、というわけでね、最後にね、雑貨屋さんでね、買ったね、ものをね、紹介します。めっちゃ可愛いんですよ、私が大好きなあれです。あれ、わかります？皆さん、いきますよ。じゃじゃーん。あ、逆だった。こちらのね、ギョロメのね、付箋です。めっちゃ可愛くないですか、これ。あー、可愛いわ。可愛すぎて困るぐらい可愛いです。この私、グロム商品見るとめっちゃ可愛い。可愛くない？めっちゃ見せてるやつでしょ。ほら、ほら見て、ほら、可愛くない？めっちゃ可愛いね。ここだね。あのですね、こんな感じで付箋の中にギョロ目がね、書いてあるというか、めっちゃ可愛いラインナップで3学期学校にね、持っていきたいと思います。はい、はい、今回ね、私がラストママで行ってきたのでね、なんか私のなんか好みのやつばっかかなと思ったんですけど、なんでリミは行かなかったの？友達と遊んでたじゃん。そうだな、友達と遊んでたじゃん。うん、はい、それではバイバーイ。バイバーイ。グミペア。 サンジーだ、おやつだ、甘いだ。